ようこそ皆様、いらっしゃいませ。動画ではお久しぶりでございます。しずきようもです。さて、本日は何をするというわけでもないのですが、ちょっとしたご報告ついでに簡単な検証動画です。実はですね、マイクの方を新しくいたしました。ということで、マイクの新旧、OBS で使っている VSD プラグインの有無で音質がどのくらい違うのかをちょっと見てみようと思います。では、VTR スタート。ようこそ皆様、いらっしゃいませ。しずき龍馬でございます。こちらは先ほどと同じ、これまで私が一番よく使っているセッティング。古いマイクでご覧のフィルターを利用している状態です。ノイズは少なめですが、音量と引き換えにだいぶこもってしまっておりますね。ようこそ皆様、いらっしゃいませ。しずき龍馬でございます。こちらは古いマイクで先ほどのフィルターをすべて解除した状態。今は暖房を入れているのもあって、ノイズがだいぶザガザガしてしまっております。あまりヘッドホンでは聞きたくない声になってしまっておりますね。ようこそ皆様、いらっしゃいませ。しずき龍馬でございます。はい、こちらが新しいマイクで、先ほど同様フィルターを全く使っていない状態なのですが、すでにノイズがだいぶ少ないですね。マイクを差し替えた以外は収録環境は何も変わっておりません。本当に何もしてません。差し替えただけです。マジかよ。声もこもった感じがなくなり、かなりダイレクトに拾ってもらえるようになってますね。ようこそ皆様、いらっしゃいませ。しずき龍馬でございます。こちらは音量やらフィルターやらをいじって、これでいいかなというところまで整えた状態です。正直、最低限のノイズカットをかけた以外は、ほとんど変化はないですね。今後の動画や配信等は、この設定でやっていこうと思います。いやー、すっごいな、このマイク。本当に。はい。そんな感じで、短い動画ではございましたが、ご視聴ありがとうございました。しずき龍馬がお送りいたしました。また次回、お会いいたしましょう。バイバーイ。